親ネットの平林昇です。今回はですね、ネットワークは数だ、こういうテーマでお話しさせていただきたいと思います。確かにこのネットワークは数だっていうと、質だとこう言い返す人が多いかと思うんですね。で、実際にこうよく考えてみるとですね、こうネットワークってこう大前提があるわけなんですね。いわゆるこのただ単に人が集まってもこれネットワークにならないってことなんですね。羽毛の衆に終わってしまうってことなんですね。ですからこの一人一人がある意味しっかりこう自立をしているとかですね、自分のこのしっかりしたこの、ドメインっていうのか、自分の仕事ですね、自分の事業領域っていうものをしっかりして、ここでこうしっかりこうマネジメントを取れる人たち、こういう人たちがこうネットワークを組んで初めてこうネットワークのこう、リバレッジっていうか、ネットワークのいわゆる機能っていうものですね、こう発揮される、これがネットワークだと思うんですね。ですからこの最終的にはこうネットワークはこう数だってこう言い切れると思うんですね。で、実際にこのネットワークのこの生成の中でですね、最初からこう一人前っていう人たちがこう集まるっていうことでもないと思うんですね。ですからこう誘われてですね、最初はこうよちよち歩きのこう人がですね、いわゆるこのプロの人にですね、いわゆるこう教わりながらですね、こう一人前になっていく。そして一人前になったものがですね、またこのよちよち歩きのですね、いわゆる新人さんをこう、いわゆるこう、鍛えていくっていうのか、一人前にするっていうですね、こういうこの、いわゆる仕事の場ってものがあってですね、そこに人がこう、いわゆる、教えていく。そしてまた教えていくって、こういう繰り返しをしていって、ですね、結果としてこう、いわゆる、数が増えていくっていうことだと思うんですね。で、私も今この親ネットってこうやってるわけなんですが、この親ネットの一番の特徴ってね、やはりですね、このネットワークのこのレバレッジっていうのか、いわゆるこの数で勝負っていうところがあるわけなんですね。例えばこの一つの街でですね、このいくらこう一人でこう、私はこの街の親ですよってこうホームページを作ったとしても、この間口は一つしかないわけなんですね。この町を代表する代表番が一つってことなんですね。ですけど、これが10人20人ですね、集まって20人がですね、それぞれの町の代表者としていわゆる日本中にこうオープンになるわけなんですね。ゲートウェイがこう開けるわけなんですね。そうすると一人でいわゆる一つの間口より10、20の間口をこう広げた方が、いわゆる競争力っていうものがあるわけなんですね。で、これがこの数のマーケティングっていうのか、いわゆるネットワークのレバレッジってことなんですね。ですからこれ、結果として共同受注ができるわけなんですね。で、この共同受注したものを、この、シェアリングをするってことですね。総合客付けをする。ここにこう人間関係のある意味、こう、ここが難しい部分かもしれないんですが、これがこの、共同体のですね、一つのこう、取り決めってものを作ってですね、これが法律にも合い、なおかつこの心のいわゆるバランスっていうのか、このバランスシートにもですね、いわゆる収まるようなこの仕組みっていうのがですね、これからのこの、大事なこう、仕事の仕方じゃないかなっていうのが、これ、大屋根っていうのこう提案でもあるわけなんですね。ですからこの、自分でいわゆる客付けをしてですね、自分でホームページを作って日本中からお客様を集めて、で、自分のいわゆる仕様に合ったお客さんといわゆる制約をしながらですね、あふれたお客さんをどのようにこの地域でいわゆるこの分配をするかってことなんですね。で、分配をするっていうと、なんかこうすぐこう売買のようなイメージがあるわけなんですが、紹介したりされたりする仕組みっても作りましょうってことなんですね。ですから、この請求書を上げるなってことなんですね。ですから、そういう意味からするとですね、まずこの、こう、大きな一つの大屋ネットの特徴とすると、いわゆる一つの地域にですね、大屋さんがたくさん、たくさんって言ってもこれ、限界あるかと思うんですが、少なくともですね、いわゆる一人より二人、二人より三人がいいっていうですね、こういう仲間をですね、作って、この中で、いわゆるお互いに良かったなって言えるような、この、いわゆる仲間作りをしましょうってことなんですね。で、これが質ってことだと思うんですね。一人の質と、それからネットワークの質、いわゆるネットワークの持ってる、いわゆる
そのこの指に止まれって言わせるですね、いわゆるこの共感する部分ですね、こういうことをすれば共同実習ができますよ、総客付けができますよ、枚数経営がある意味こう担保できますよって、こういう経営者としての安心感ですね。でここにいわゆるこの指止まれっていうこの大きなこう力ってものが働くと思うんですね。ですからこのものを持っていわゆるしっかりした質ができるってことかと思うんですね。ですからこの均一ないわゆるこのいわゆるネットワークってことになるかと思うんですね。ですから結果としてはネットワークは数である、数を集めたものが勝ちだっていうですね、まあ、こういうことだと思うんです。これがまあ大家ネットの一つの今活動している、まあ、原動力になっている部分なんですね。